の里で一番の忍者になるため、みんなに俺の力を認めさせてやんだよ。それに今は、あることをあるやつに証明するため。ポケモンセンターのお姉さんが、ポケモンタワーに行く前にここに寄っていくように言ってくれた理由が、よくわかったよ。あんたがその目をいくら使おうが、この俺の憎しみで、幻は現実になる。あんたの現実は死だ。ゼーレ・シュナイダーで小さな傷を作ることで、霊視タンクと化した君の体から、霊視が溢れ出しているんだ。霊視を吸収して武器に変えるのは、君の専売特許じゃない。私、ミサカさんのお友達の、食宝ミサキって言います。よろしくね。でも、トキワ大生をこれだけの数相手にするのは、さすがに厳しいんじゃない？先方が有利だって分かったのさ。だから距離を測って感覚で当てる練習をしたのだ。今なら距離さえ分かれば目をつぶってもグレネードを放り込めるぜ。ただし正確な誘導があってだけど。さて、演じられたキャラクターの印象はいかがでしたかというご質問でございますが、大好物です。ああ、知りたいのなら教えてあげるよ。相模、お前は結局チヤホヤされたいだけなんだ。構ってほしくてそういうことやってんだろう。今だってそんなことないよって言ってほしいだけなんだろうが。そんなやつ院長として扱われなくて当たり前だ。いきなり戦闘になるかと思ったから緊張してたよ。どうせ動いても誰にも追いつけないし、ここで待ってよっと。よし、早速中に入ろう。こっちで大丈夫？俺もめちゃくちゃ勉強できたし、俺も小十郎も今日は絶好調だし、絶対負けないぜ。大丈夫、次のバスでも走ればギリギリ間に合うよ。昔じいちゃんにジャングルに投げ込まれたこともあるし、ミミズもカエルもヘビもキノコもここが森なら腹いっぱい食える。それに俺はいつか海賊になるんだ。髪の毛染めたりしてるとは思わなかった。あとそのネタ寒い。この中で一番平凡顔だってことが見事に証明されちゃいましたね。誰が握手なんかしたがるんだよ。知ってる？こいつの手超汗ばんでんだぜ。うるさいな、わかってるよ。やってやるぜ、極大魔法アモール・アルバドール最下。男女で見に行くと結ばれる映画に私と会長の男女で行きたいと。あらあら、まあまあ、それはまるで。体験はいつだったアンケート、高校生までにが 34%。最近の月はカッコ悪いよ。だったら月が日向に勝てばいいじゃないか。少なくとも今の俺に勝てる相手じゃないけど、そんなこと気にしてられない。そもそも女の子一人救えない奴が村を救えるわけがない。あの助けていただいてありがとうございます。ああ、でも借り物競争ってリタイアだと0点だけど、ゴールさえすれば最下位でも点が入るんだっけ。ああ、やっぱありえないよね。サトクリフ先輩が決め台詞必要だって言うから、庶務課の女の子に考えてもらったんだけど。お前のためだろう、シュー。売り上げが伸びればバイト代弾んでもらえるかもしれねえじゃん。はーい、子猫ちゃん、とりあえずコーヒー3つプリーズ。あの稲葉さん、青木に耳打ちするという形で勘弁してもらえませんか。何ですか？昨日春が暴力を振るわれたのは先輩がちょっかいを出したせいなんですよね。なのにまだこんな風に春を晒し者にして、どういうつもりなんですか。森岡さんはよく自分を卑下しますが、そんなことはないと思いますよ。中か、緑の連中の動きには青服も後手後手になっとるようやな。
からあそこで演奏するの。私バイオリニストなの。お困りのようですね。国家錬金術師エドワード・エリリック参上。あいつオートメールつけてまだ半年しか経ってねえじゃねえか。無茶だじいさん、行って加勢しないとヤバいぞ。私にはゲームしかないけど、君はどこにでも行けて何にでもなれるんだからさ。仕方ありません。それらしい言い訳をしてこの場を切り抜けるとしましょう。まずはいつも通り、前髪があろうとなかろうと、いつも通りにいつものように。まあとりあえずお近づきにご一献どうですか。まるで快楽殺人のようだ。イザナウィスタリアだ。ようこそ参られたラジ殿。やはりあなたで間に合わせるしかないですよね。持ってたお金全部使っちゃったんですけど。強力な武器だったり、とんでもない才能だったり、さあ選びなさい。あなたに一つだけ、何者にも負けない力を授けてあげましょう。出てこい、ムクロ。生きてるんだろ。そんな俺なんかに憑依したってダメダメでいいことないって。聞いてほしけりゃ俺の血を吸え。大体簡単に死のうとするやつに恩着せがましく頑張って我慢したとか言われたくないね。死ぬなら黙ってこっそり死ねばよかっただろ。小鉢おすすめお土産リスト、どんどんパフパフ。第3位。あ、いけない。小鉢ったらお守りを買い忘れてしまいました。それにエマも書き忘れちゃったのでダッシュで戻ります。テクの前にこいつら全員殺すぞ。もしじゃ A 判定。俺はうち唯一の遊泳圏内、あのオールマイトをも超えて俺はトップヒーローとなり、必ずや高額納税者ランキングに名を刻むのだ。